お池山クレーターとされる地形のステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成写真の白線の内側にある線形のくぼみがそれにあたる。写真右側が来た。お池山クレーターとは赤石山脈南部を構成する山の一つである標高約1905メートルの小池山付近に存在する。 隕石衝突によって形成されたクレーターである。地球上に痕跡が現存するクレーターとしては、小型ながら日本国内では初めて確認された隕石衝突の結果の痕跡として知られる。このクレーターは長野県飯田市内南アルプス南部の小池山付近に位置する。このクレーターは直径約900メートルで、現在残っているのは全体の4割ほどである。 以前からこの地形の中を遊歩道が通っており、実際にクレーター内を散策でき、展望台からも一望できる、お池山クレーターの位置。クレーターは赤丸の位置。画像は長野県の中南部で画像の上が北北西。地勢に詳しいごく一部のハイカーは独特の地形から隕石クレーターではないかとの疑問を持っていた。その疑問をもとに、 岩石サンプルを取り、岡山理科大学に鑑定依頼した小学校教頭により、このクレーターは数万年前に直径40から50メートルほどの天体が衝突した痕跡であることが確認された。その根拠となったものは、この地形から PDFS と呼ばれる衝撃石界が発見されたことによる。これは隕石衝突などの極めて強い衝撃と、 圧力によって生成されるもので、通常の地層には存在しないものである。この構造の特徴は、顕微強化での縞模様にあり、この点で石英が高温超高圧化で、国流状に編成するスティショバイトとは異なる。この発見により、お池山クレーターは、隕石衝突根として、国際的に認められるようになった。また、日本国外の衝突クレーターで観測される負の、 重力以上も観測されておりクレーターである有力な証拠とされている。さらに2015年にはクレーター外縁から約400メートル離れた地点の岩石サンプル中からスフェルールが見つかり誘導結合プラズマ質量分析で分析した結果隕石物質が発見されたと報告されている。同現象は2003年9月に国立極地研究所で開催された。 国際シンポジウムにおいて、飯田市立立岡小学校の教頭、坂本正夫と岡山理科大学の研究チームらによる、中部日本、大池山クレーターからの面状微細変形組織と題する論文の中で発表された。直訳すると、昇級だが、地質学においては、鉱物、岩石等の飛来物が、大気摩擦による高熱で一度溶融し、空気中で再冷却して固化した。 微粒子のことを表す。溶融時に表面張力が生じて休憩となり、そのままの形で固化するためこう呼ばれる。ありがとうございます。